はいどうも、神仏応援団流です。今日はですね、空海さんの伝説の地をご紹介したいと思います。はい、ということで今日はですね、空海さんの伝説の地を一つご紹介したいと思うんですけども、これはですね、私が四国88箇所のですね、いわゆるお遍路さんを一通り回ってきたんですけども、その中でですね、空海さんの伝説が残る場所っていうのはですね、いくつもあるんですけども、そのうちのですね、一つをご紹介したいと思います。で、その一つの場所というのがですね、四国88箇所の霊場の73番のお寺で、出社家寺さんっていうお寺さんがあるんですけども、ここの奥の院に、写真が崖という、崖があるんですよ。で、どういう、ゆかりの場所なのかって言いますと、空海さんが、7歳の時、たった7歳ですよ。で、7歳の時に、私は皆さんを救いに世の中に出ますという覚悟がありますということで、で、これがですね、成就するならば、私を命を救ってくださいと言って、で、成就しないんだったら、そのまま命そのまま捧げますというような覚悟でですね、崖からですね、飛んだんですよ。で、そしたらですね、空からですね、羽衣をまとった天女がですね、降りてきまして、空海さんを救ったという、そういうですね、伝説が残っている場所なんですね。で、そこからですね、空海さんはまた人々をこう救いにですね、回るわけなんですけども、たった7歳の時に私は世の中の人々を救うんだと、その覚悟だと。で、これがちゃんと救えるのか、救えるんだったら命救ってくださいと、いうことでですね、いわゆる言ってみたら自殺ですよね。で、その覚悟で飛んだということで、命も捨ててですね、飛んで、助かったという場所になってます。はい。で、これですね、73番の出社家寺さんからですね、その東廃口っていうのがあるんですね。多分プチ登山なんで、プチ登山っていうか、そうですね、プチ登山になります。で、この山がですね、もう結構お寺まではアスファルトの道なんですけども、結構急なんですよ。で、もう結構ふくらはぎに来るみたいな、もうずっと続くので、普通はなんかこう、山あり谷ありみたいな感じなんですけども、ずっと勾配が続くんで、きついんですね。で、僕自身もですね、特にすぐそんなに遠くないなと、思っていたので、飲み物も何も持たずですね、そのまま上がったら結構きつかったっていう、はい、そんなわけで、そこの写真がだけですね、そんでまたそこから頂上の方も登れましたので、その時のね、様子をシェアしたいと思います。どうぞ。写真がだけ、このお堂の地下をくぐって、行場の方に抜けてですね、鎖場を登って空海さんが、身を投じたですね、写真がだけの方に行くそうです。あ、ここですね。さて、ここから、写真がだけがあそこなんですね。あの辺にあるそうなんで、行場ですね、岩場を登っていきたいと思います。足元滑るので気をつけてくださいと教えてくれた方がいらっしゃって、結構ね、もうこの細さがこんな感じです。はい、よ、危ないんで、よいしょ、どこまで動画撮れるか分かりませんけど、鎖がありますね。撮れるかな。
座りは一応こんな感じで、傾斜はそこまでじゃないですけど、まあ、ここも座りか、こんな感じで動画撮れるかな、よいしょ、危なそうだったら動画止めます。風が来てますね。こっちは崖かな。崖ですね。はい。結構。よいしょ。こんにちは。よいしょ。すいません、ありがとうございます。これが下からの目印だった。枯れた。いいですね。あ、もう見えた。下からの参道もコンクリートで舗装されてる道なんですけど、逆に山道になってないんできついんですよ。もうちょっと上がらないと。富士山が見えます。ここにも富士山が。景色はいい。写真がだけ、写真請願の聖地、空海さんが、人々を救うために、お役目があるんなら、助けてくださいと、命救ってくださいと言って飛んだんですよね。そしたら、それで亡くなったら亡くなったで命は捧げますと言って飛んだらしいんですけども、天女さんが、現れまして、で空海さんを救ってですね、そこから人々を、救っていったという、話です。でこれが、空海さんの幼名が、マオという名前なんですけど、7歳の時にですね、だからここから飛んでるということで、若干7歳でねそんなことをしてしまう空海さんって、素晴らしいなと思って登ってまいりました。ということで皆さんでお参りしたいと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっとで頂上があるみたいなんでちょっと行ってみようと思います。どうも、写真畑から頂上を向けて、岩の岩壁を上がってきました。少し傾斜が緩くなったので動画を回しています。ほぼ下のサンド入り口からほぼノンストップに近い形で来てますんで、息が上がってしんどいですね。一応ですね、私の場合はウリットワークの仕事がありますので、山頂まで少しということで頑張って登ってきましたが、なんか山がですね二つぐらいに連なってるらしくて、写真畑の頂上を目指しておりました。もうちょっとかな、まだ行くのかな。向こうの山まで行っちゃうとさすがに
今日の予定が大幅に狂ってしまうので、あ、着いたかも。来ましたね。よかった。来れました。じゃあこちらで、グリッドワークして、急いで戻ろうと思います。一応周りはちょっと開けてますね。はー、暑い。はい、ということでグリッドワークしております。はい、いかがだったでしょうか。写真がたけですね、まあ、結構高い、景色のいい場所でしたし、また山の頂上もですね、行ってきましたよと、はい、いうことで、まあ、非常にですね、まあ、鎖場があったり、まあ、言ってみたら行場なんで、あれなんですけども、足元ですね、ちゃんと登りやすい靴で、行けばまあ登れると思いますので、ぜひですね、あなたもこの出社梶さんの写真ヶ岳奥の院行ってみてください。はい、ということで新武装エンダムリュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。